同じことやってるんで正面でこう合わせて、あのさっきの遊びでこうやった感じ、当たったところが接点で、力がどちらに逃げるか逃がすか、あるいは相手が中心狙ってもっと押し込んでくるか、この攻め合いで今度は足が自由に動けますから、これが距離が空いた状態で接点が打ち込んでどっちに向くか、自分が打たれないか、上下使ったり伸びを出したり入ったり、でこれ今あの受け取り交代してやってましたけど、今度お互いにちょっと離れたところから、感じないと打たれたり疲れたりして危ないですから、少し間を空けてやりましょう。接点を相手にしてこうやるんじゃなくて、ここをセンサーにして自分がどこに入るか、まあ、あるいは距離を空けるかで同時に入り身できるかでが技につながってきますんで、はい、どうぞ。